はい、皆さんこんにちは。関西弁の常に招き猫を横に置いてるめっちゃインチキ臭いおっさん、口から生まれた占い師、新宿大久保西宮の兄貴金田ロッキーです。さて今日はですね、手相解説させていただきますけれども、エロ線って言いますけれども、金星体、金星帯と書いて金星体という正式な名前があるんですけれども、ね、人差し指と薬指の間、こうやって三日月みたいな線が出るんですけども、大体の方はこっちからピュッと出るのが S 系の線、こっちからピュッと出るのが M 系の線なんで、まあ S、M みたいなピュッピュッと出る方が 70% ぐらいですね。これを変形金星体って言うんですよね。まあちょっとこう三日月にはなってないけれども変形で出てる、だいたい日本人の 70% こんな感じなんですけれども、時としてこうやってね三日月みたいなのがいっぱい出る人いるんですよ。でまあちょっと薄めのがいっぱい出てる人で、わあ君エロいなって言うんですけれどもね、すごいお客さんで、この薄めのがいっぱいプラス濃いのが一本出てるお客さんがいたんで、これ俺今まで見た中で最強かもしれんっていうことで写真撮らせてもらったんですけれどもね、はい、こんな感じでございます。だからね、これ出てる方ってまあエッチが合わなかったらね、お付き合いできないんで、そこが合わなかったら、まあ、結婚して、そんなんがやっぱりもう長年一緒にいたらね、亡くなってきたら、ついつい外に求めてしまうとかね、そういうふうになりがちですので、まあ、夫婦円満、やっぱり夜があってこその夫婦円満ですからね、同じとこで飯食うて、同じとこでエッチしてたら飽きてくるじゃないですか。若いうちは性欲あるからいいんですけれどもね、だからそう、なあなあならないようにどうしたらええかっつったら、俺はいつも言うのは、もうドンキで楽しいもんでもこうて、まあおもちゃとかね、コスプレのコスチュームでもこうて、日本中にいろんなラブホありますので、電車ルーム、学校ルーム、診察室ルーム、社長室ルーム、はい、もうそんなとこでも行ってやってくださいと。ほんでね、手のひらの真ん中のこのペケ印、これが神秘十字線、親指の関節が目の形になる仏眼神秘十字出てる方っていうのは、まあ大げさに言うたら霊感で、まあ占い来る方は、まあ占い好きの人にもこういう層出てるんですけれども、僕はもう両手に出ております。神秘十字仏眼出てる方は、例えば吉方位ね、はい、僕で言うたら5土星なので、9星の星回りを調べてください。一泊水星とかね、三匹木星とか、それを調べて、例えば2023年8月の吉方位、はい、僕と彼女のその吉方位が西側やったとしたら、2人で吉方位の西側に行きます。西言うたって、こっから東京からやったら、まあね、大阪、兵庫、広島とかになるんで、西側で楽しいラブホを見つけて、兵庫県尼崎市に、勉強部屋いう、なんか学校ルームがある、ラブホがあるわ、ちょっとそこでも行こうと、ほんまにあるんですけれどもね。で、西側行って、例えば、兵庫県、尼崎市やから、兵庫県西宮市の恵比寿神社に行く、古式岩神社に行く、そんなとこお参りして、兵庫や大阪のたこ焼き、お好み焼き、美味しいもん食べて買える。はい、ほんで、もう美味しいもん食べた後、もちろんそこのね、楽しいラブホでエッチもするんですけれども、はい、そうやって帰ってきたら、西側の、神社のパワー、食べ物からのパワー、なんやったら温泉入るのが一番いいんですけどね、はい、温泉も入っていただいて、西側のパワー、西側行ったら金運とか商売運上がったりしますので、そういうのをもらって東京帰ってきたら、運も上がった、エッチも楽しかった、ラブホ良かったな、じゃあ、今度はどこに行こう、何月何月は東側がええから東の方行ってみようかって、そうやってやったらもうなあなあならずに飽きずにね、エッチいろいろ楽しめますので、神秘十字仏眼出てて、エロ線も出てる方は、そういうプレイ楽しんでくださいって僕言うんですけれども、あとね、このやっぱり金星体たくさん出てて、薬指の下のまっすぐの線、これが今のお金の線ですね、
はい。で、小指の下がこれ財運線。まあまあ将来の財産というか家の財産とか入る人はもうこの薬指、小指の下の斜めの線が出ます。で、ここの太陽線ね、金運線。で、中指の下赤で書いてある、ありますけれども、運命線。この3本。まあ、うっすらでも出てる人は、まあ、なりかけ覇王線とかね、そんな感じなんですけど、それプラス、金星体結構がっつり出てる方いうのは、もうお色気で稼げます。だから夜の仕事のお姉さんたちね、風俗、キャバ嬢、あとはまあ AV の方たちも、もう僕もやっぱり新宿で店やっとったらそっち系のお姉さん多いですからね。やっぱりそんな感じのエロ線プラスお金の3本線出てますわ。で、タレントさんやってるんやったら、まあお色気で勝負した方がいいですよとかね、そういう風になりますので。まあ普通の仕事やってる方でも、まあそこそこのお給料をもらえるような仕事についてる、まあエロい部分は別に商売にせんでもちゃんと楽しませてくれる彼氏見つけてください、そしたら大丈夫ですということでね。だから要はこれ出てる方はね、衣食住と同じぐらいにエッチのことを考えてくれるお相手がいないとダメなんですよ。はい。だからまだ私そんなエロくない人、エロくないけどなっていう人はね、女性ってね、まあそれ男性はもう若い時の方がね、元気なんでしょうけれども、女性ってね、みんなまちまちなんですよ。若い頃エロかったけれども、子供ができたらなんか母性本能強くなって、気持ちが母になってしまったらエロいのなくなったっていう人もいるんですよ。子供生まれてから逆にホルモンバランス変わって良くなったっていう人もいます。で、若い時あんまり良くなかったんけれども、30代になってからエッチがようなったっていう人もいます。だからね、みんなまちまちでね、まあそこはもうやっぱりね、年取ってもお盛んな方がまあ楽しみ一つあるわけですから。これエロ線出てるけれども、まだなんか、別そんなエッチ楽しいとも思わへんしな、ええとも思わへんしなっていう方は、そこをもう開眼させてくれる相手が見つかったら、楽しいわけで。はい。まあ本当に楽しみ一つ増えますからね。そうやってだから僕が言った感じのことやったら人生楽しいでしょういうことで、楽しみ一つ増えますので、一緒にそうやって楽しんでくれるエロ線出てる方はね、エロい部分楽しんでくれるお相手見つけてください。はい、そんな感じでございます。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。